そして今日は収容人数 50% まで、まあ、2万2000人を入れることが可能なんですが、チケットは1万7000人ここで奪って、アダイウトンです。さあチャンスになりますか。アダイウトン、そのまま仕掛けてシュート、先制。前半7分アダイウトン、素晴らしいシュートですね。中村匠です。うーっとヘディングシュート、オウンゴールです。今度は高萩ですので、また球種が違いますかね。高萩蹴ります、コーナーキック。3点目入った。いけないというか、まあ、ゾーンの弱点のところですよね。誰かがいるのでというような気持ちが、はい、まあ、テンポよく回ってウイングのところにボールが出てくれば一番いいですけど、はい、アダイウトン、スピードが出た。アダイウトン、このスラロームでかわした。アダイウトン、シュートへ。最後はポスト、すごい強烈なシュートがポストを叩きました。レアンドロ、いやー、ポストだ、シュートへ。権田正面キャッチ、拾ってここからです。中村啓太の入れたボール、上がってきたのはあの原、シュート、これがポスト。いやー、山原ですね。シュートでしたかね、はい、山原。ゾーンで清水、ヘディングが入った。なんとかボールをつないでいくが、松岡取られた。そしてタイムアップ、清水エスパルス敗れました。4連敗。